チタルク様アンチスレ。ヘルンって髪綺麗だよな。って急に髪を褒めてきたので。え？ち。って怒ったらそれ以降二度と髪を褒めてくれなくなりました。確かに女心は買ってないよな。小さいし。チタルク様の悪口言わないで。じゃあどうすればいいんだよこのスレ。ヘルンはこういうことする。フリーレン、二人の相性が悪いんだよ。めんどくせえなこのお母さん。それだけじゃありません。この間私がお腹いっぱいで食べきれなかった食事をスタルク様が食べたんです。え、ちすぎます。それはえ、ちすぎるね。スタルクには私の方からきつく言っておくよ。健啖家のフェルンが食事を残すとは、そんなことある。アゴヒゲ、いつものお願いします。もう付き合っちゃえよ。ありがとうアゴヒゲ。早く本編の方にもゴリラと一緒に合流して。これはさすがにトラップ魔法すぎる。本当にスタルクアンチなんてしたらフェルン本人に狩られるじゃん。スタルクは毎日このトラップに耐えてるんやぞ。ごめんよ。クソババアと言ったことは根に持ってます。いつまでもそんなことを根に持ち続けないでください。うおーん。前村にやってきたあの戦士くんか。マジで可愛いよね。私が魔物に襲われている時に助けてくれたんだ。そんな彼のアンチスレ立てるとかとんだ陰湿な女ね。この間森の中でモンスターに襲われている親子を助けたんですが、娘さんにスタルク様が懐かれて大きくなったら結婚してと言われていました。これは犯罪だと思います。じゃあ犯罪にならないようにフェルンがスタルクと結婚したら。でも確かにニブチンすぎるよね。だからモテないんだよスタルクは。スタルク様の悪口は禁止です。アンチスレとはなんかいい感じにアンチしてください。私から誘わないと一緒に食事に行ってくれないのも嫌なところです。二人でお出かけしてる時にたまに人助けしようとして離れてしまうのも仕方ないですがちょっと悪いです。いい子のフェルンなら人一人すら独占することは難しいと理解してくれていると思っていましたが、思春期とは難しいですね。見かねてハイターが化けて出とるやんけ。確かに付き合ってもいない相手に贈り物が重すぎるのはどうかと思うわ。今からでも選び直すべき。このレスは削除されています。スタルク様のアンチが湧いたので消しました。アンチ削除は草生える。アンチスレとは一瞬でゾルトラークされた子は。スタルク様へのアンチコメントを消す魔法ゾルトラークで草。二度とそんなこと言えないようにして。そう物理アンチスレなのにアンチなレスしたらゾルトラーク飛んでくる。どうすんだよこのスレ。思春期な一級魔法使いのスレ主が持ってそうなスタルク様への不満を予想して書き込むしかないんじゃねえかな。このスレはスタルク様アンチスレです。スタルク様の悪口は消します。引き続きよろしくお願いします。矛盾の言動になる魔法。これは巧妙なのろけスレ。巧妙巧妙。のろけてなんかいません。スタルク様はどうしようもない方です。これはアンチ活動です。何をどうよろしくすればいいんだよ。どうしてもというのであればスタルク様のいいところを挙げていっても構いません。悪口は消します。アンチスレなので。悪口は消します。アンチスレなので。でもさ、断るごとに髪を褒めたり毎日のように食事やデートに誘ってくるスタルクはもうスタルクじゃなくない。正論言わないで。スタルクってビビリで頼りないよな。ビビリは通るけど頼りないは危ういぞ。はい、ビビリなのは本当だと思います。でもそれが戦士の素質らしいので全く問題ありません。頼りないというのは解釈不一致です。アンチ活動にはアンチ対象への理解は必須ですよ。こんな可愛い子を殺すスタルクは最低だと思う。シンプルな魔族エアープにはいちいち構いません。フェルンの性格で暇だから構ってって言わなくちゃいけないなんて普段スタルクからの誘いはほとんどないんだろうな。いつも前に出て怪我ばっかりして周りに心配かけさせるの良くないよな。戦士ってやつはこれだから。もしスタルクがショートカットの女の子を一瞬目で追ってたらどうするの。ええ、血なので許しません。それにそんなことだけで髪を切ったりなんかしません。もうちょっと探りを入れます。これでスタルクが別の仲良くなった女性に髪綺麗だねって言ったらどうするんですか。なんて残酷なことを。近くに可愛い子がいるのに雲のパイに目移りするスタルク様は最低だと思います。可愛い子フリーレンか。フェルンは美人タイプだよね。でもさ、もっと男らしいところを見せてフェルンをグイグイ引っ張るべきだよな。とか言うと女性慣れしてそうで不快ですって言ったり、スタルク様感がないって不満なんでしょう。そういうの分かっちゃう。それに聞いてください。前に雲のパイに夢中だったのを思い出したので、私も胸を強調してアピールしてみようと思ったんです。でも結局恥ずかしくてできませんでした。スタルク様は最低だと思います。
ソレスタルク視点だと何もイベント発生してなくない。そうなんです、私がこんなに悩んでいるのにスタルク様は最低なんです。悩んでるならスタルク本人に正面から相談するようにするとか、もしくはそんな最低な人のことは頭の中から抹消するとすっきりするよ。不可能な提案は無意味だからやめてください。スタルクに厳しいこと言ってたらそのうち横からかっさらわれそうだな。その時は動揺はない、撃てる。ヤンデレフェルン、優しくしようとしたらなんでか怖がるしな。あれ、これフェルン様の日頃の行いのせいでは。シタルクのタイプがフリーレンの可能性がもしあったらどうします。膝枕もなでなでも拒否しやがったんです。毒での溶けるとか戦士としては貧弱すぎない。もしあの毒を受けたのがあなたなら解毒の時間もなく死んでいたと思います。シタルク様の耐久力をなめないで。メトーデさんのこと綺麗なお姉さんって言ってましたね。ああいうのがタイプなのかも。ザイン様と違ってスタルク様はそんな地な人ではありません。なんだかよくわからないけど、このスレを見る限りスタルクってやつは最低だな。はい、スタルク様はとにかく最低の地です。スタルク様の悪口言わないで。人格が分裂する魔法にでもかかっていらっしゃる。夜遊び好きだし、知らずにそういう店に行ったりして。スタルク様はそんなお店行きません。スタルク様は後でお仕置きです。飛び火した。のんびり寝てただけなのに俺の頭かち割ってスマホをもつ奪ってった最低な人間だよな。まさかシタルクのネガキャンをして誰にも取られないようにする高度な作戦。デート中に可愛いって思ったのに本人に伝えないって一体どういうことでしょうか。フェルンはかっこいいと思ったら素直に言える。言えるならいくらでも文句聞くよ。シタルクは最高、ちょっとパーティーに誘ってくる。ビアベルはそんな誘い方しないと思うの。きっと一級魔法使いの孫で魔法学校首席官。一方スタルクはフェルンが自分のアンチスレを立てているのを発見しどん底まで落ち込んでいた。関係がちっとも進まないのはスタルクが鈍いからなのか、フェルンがややこしい言動するからなのか、どっちだ。スタルク様に一方的に非があると思います。こういうのは男性がもう少し強引に進めてくれるべきだと思います。スタルク様はそんな野蛮なことしません。何もしてないのに流れるように被弾するシタルクはパーティの盾たる戦士の鏡。わかったわかった、シタルクが女心をわかるようにするために今度大人のお姉さんとお酒が飲める店に連れてくよ。シタルク様はそんな下世話なお店に行きません。シタルク様は後でお説教です。このまま行くとフェルンをかばって死んだシタルクの墓の前でもっと素直になっていれば出泣くことになりそう。二度とそんなこと言わないで。言ってもいないえ。地のお店のことでお仕置きされたり説教されたりするシタルクは最低だよ。シタルクはいいやつだが、フェルンに内緒で夜食食べてたからきっと長生きできない。シタルク様は普通の人よりたくさん努力して鍛えていますから、少しの夜食ぐらいで早死になんかしません。二度とそんなこと言わないで。君はシタルクを見習ってちょっとは運動しないと。代謝が高い今のうちはいいけど、これからどんどん太っていくぞ。×アンチスレ丸愚痴スレ。アンチスレなのに様ってついてる時点で疑問に思うべきだった。ちょっと歩くだけで人助けしまくってるシタルクは勇者ヒンメルに近い精神を持ってるよね。お似合いなのはフリーレン様だったりしない？フェルンちゃんみたいな可愛い子はシタルクみたいな鈍感なガキにはもったいな。本当に鈍感なガキですよね。スタルク様はスタルク様の悪口は禁止です。こいつのせいで村を襲えなかったし、詰めおられるし、脳天かち割られたから嫌い。成仏してください。若いんだし地なのは仕方ないと思うんだ。ところでシタルクは14、17歳っていうサイムラ村期にあの村にいたわけなんだが、本当に村の若い娘さんと一度もそういうイベントはなかったんかね。スレ主はどう思う？むっす。はい、ということでスレが終わる前にそろそろね。やはりアボヒゲ、アボヒゲは全てを解決する。ハッピーエンド。唐突に終わった。仲直りできてよかったね。